過去の後悔とかって誰でもあると思うんですけど、まあ、それをどう未来の自分が救済できるかっていうか、まあ、いい思い出にできるかだと思っていて、まあ、今何かやりたいこととかがあるんだったら迷わずねやってみるべきだなと思いますよね。いや間違ってもいいですよ。この先もね、まあ、そういうのあると思うけど、そんなこと言ってたらね多分何もできないと思うんで、うん、結局、まあ、未来のね自分がっていうか未来が過去も作ってくれるんで、まあ、人生に失敗なんてないからね、どれだけ自分らしくねいながら楽しめるかかなって思ってます。作るんじゃないですけど、作家さんとか作家目線で考えるとどうしてもなりこっちだったら成り立つけど、ドラムとかなんかプレイヤーとかのそのなんていうんですかね、人間的な自然な流れっていう風なところになってないものとかも多分多少あると思うんで、なんかそういうところっていうのはなんかそれこそこういうプレイヤー側が作家さんが作った曲をただなぞるんじゃなくて、なんかそこにそれこそ命を吹き込めたらいいのかななんていつも思いながらやってます。ストロパッドとか、ね、とかみたいな、ちょっとあってもいいかなっていう、うん、まあ、それを入れてるから、まあ、場所決めてもいいし、うもうちょいいてもいい気もする。これで何回か、うんうん、はい、やってみます。はい、はい、今ドラマとして、まあ、ずっと20年間ぐらいかな、まあ、バンド活動ずっとやってたんですけど、まあ、そのバンド活動を経て、まあ、2016年ぐらいからありがたいことなんです、その友人の、まあ、お誘いとかもいただいて、まあ、それでその時ぐらいから、まあ、ドラマーとしてというか、まあ、サポートミュージシャンというかの、まあ、活動がスタートした感じです。まあ、今それこそ、まあ、所属してる、まあ、事務所の、まあ、流れでちょうどブシュロードミュージックの方のまあ、エゴっていうグループと、まあ、アベムジカっていうグループがあるんですけど、その、まあ、中のレコーディングだったりとか、あと、まあ、楽曲制作としてはカバーアレンジだったりとかっていう風なのは担当させていただいてます。アベムに関しては、まあ、ずっと長い間今止まってて、まあ、それで再結成をして、まあ、その後に本当、まあ、一昨年だったんですけど、ちょっと僕が怪我しちゃったのもあったんで、2023年の1月ぐらいに、まあ、一度活動を止めたんですけど、まあ今年一応ずっと動いてたわけじゃないんですけど、20周年っていう節目の年なので、もう一度ファンの方の前で演奏したいなと思って、それで、まあ、5月の8日にやらせていただくんですけど、まあ、なんか本当こういうのってのはそのタイミングだったりとか
巡り合わせなのかなっていうのがあるので、今後どうなるかとかまだ全然決まってないんですけど、5月8日はそういう形でなんかファンの方と一緒に楽しめたらいいなと思ってます。まあドラマ以外の活動っていう部分、まあ本当アーティストというかクリエイターの部分に重きを置き始めたのっていうのが、僕の中では、まあ2013年に一度アイビーを辞めて、その後にまあウチヘインズっていうソロのプロジェクトを始めてたんです。その年ぐらいから自分の中では、まあ、クリエイターとしての自分を残す活動っていう風なのを始めていて、今までのバンドだったり、まあ、その自分じゃない部分の人に対しての楽曲提供だったり、そういう風なので考え始めた時に、まあ、なんかこれすごい面白いしやりがいがあるなというか、うん、違った世界が見えたので、そこをちょっと自分の中では新たな土台にしたいなって、そのぐらいからやっぱり思い始めて来てましたね、うん、はい、本日はですね、僕が作曲した楽曲のですねボーカルディレクションをこれから行う形ですね。まあエンジニアさんがいらっしゃって、まあ僕自分の作った曲でメロディーとかも書いてるので、まあそれを、まあ、こここういうニュアンスでとか、ここをこういう歌い方した方がいいんじゃないっていう風なのを、まあボーカリストの人に言ったり伝えたりして、まあ一緒にそういう風なのをディスカッションしたりして、まあレコーディング録音していく作業を行っていきます。はい、じゃあ一旦耳の感覚にも含め、はい、おい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 、チェルちゃん、ニサビの折り返しのところ、私は今ここにいるところあるじゃん、うん、今のじゃなくて、一回私は今ここにいるっていうところまで、そこのふわりで歌ってもらっていいかな。1とは違うんだけど、うん、こっちの方が聴いてても気持ちいいから、うん、1サビを直そうか、このふわりで。うん、歌いやすいっしょ、こっちの方が。うん、ね、だこっちの方がなんかいいから、うん、あ、本当にこっちね、テキさんこっちの方がいい。あ、いいと思ったけど、だからこれで、で1サビ別に歌詞一緒でしょこれ、うん、1サビまあもうこれで12回歌って、うん、でいいんじゃない、そっちの方がいいですか。うん、はーい、うん、まあそうですね、まあいろんな過去、そうですね、もう本当一番最初に買ったドラムが、まあ、タマっていうメーカーの、ドラムなんですけど、そこからずっとデビューするまでタマ使ってて、そこの後に、まあ、サポートとしての活動を始めて、まあ、そのサポートとしての活動を始めた時に、まあ、その時まだタマ使ったんですけど、その後ぐらいから、まあ、先輩の勧めで一度その、まあ、パール楽器さんの方でお話ちょっといただける機会があったんで、まあ、その時に一度、まあ、パールのドラム使ってみたいなと思ってたんで、その時から一度パールのドラム使って、でその後にいろいろ経て、まあ、なんかいろんな楽器使ってみたいなっていうのはずっと僕の中であって、それでこれもまあ本当ご縁があって、なるほど、今 DW の、 楽器をね使えることになったんで、まあ、その時に、まあ去年ぐらいからDW を使用させてもらうようになりました。でシンバルはずっとセビアンシンバル使ってたんですけど、シンバルもちょっと違う風なメーカー使いたいなと思って、その時に、まあ、昔から使いたいと思ってたマイネルシンバルを使える機会が、そこもまたご縁でいただけたんで、その時からシンバルはマイネルシンバルに変えて今はやらせてもらってますね。まあもちろんね、組ませていただいてる以上はね、もちろんやれることはやりたいと思ってるし、僕も好きでもちろん使わせてもらってるんで、まあ、なんか本当あんまり自分の中でこだわりっていう風なのがそこまで昔はあったんですけど、今なんかいろんなところを、人生もそうですけど、なんかいろんなものを旅する方が楽しいなっていう風になってて、
なんか一つのものとかね、大切にしたりとか、一つのところでいるのもすごい素晴らしいなと思うんですけど、僕結構いろんなところを、なんていうんですかね、自由気ままにいたいなっていうふうに思っていて、それも一つの自分の中ではそれこそそれも含めて楽しめればいいなって思ってますね。ビバラ建造っていうイベントを、まあ、自分のバースデーライブとして毎年いろんな仲間たち集めて出ていただいて、そういうイベントをまあやらせていただいてたんです、ね。まあ、ただちょっと自分の中で節目として、まあ、別のその活動の土台をしっかり作りたいなと思って、まあ、今回で一回ちょっとストップさせてもらったんですけど、まあ、本当毎年いろんなアーティストのカバーやったりとか、まあ、自分の楽曲やったりとか、まあ、その本当いわゆるバースデーライブというかみたいなところで毎年このライブはまあやらせてもらってましたね。まあ、そうですね、メンバーがその本当ありがたいことにその昔から仲良くしてもらってるメンバーを、まあ、いつもお声掛けさせてもらって、みんないつも快諾していただいてやらせてもらってたんですけど、やっぱりすごいですよねメンツが。自分でもやっぱりね、思っていつも毎回本当ありがたいなと思ってやらせていただいてます。まあ、ああいうパスだったりとかも一人一人の名前だったり写真が入ってるだけで、ね、やっぱりその出てよかったなってちょっとでも思ってもらえるのってやっぱり全然あるかないかで違うと思うんですよね。そういう小さな部分で、僕はそういうのがなんかなんていうんですかね、クリエイターとかアーティストっていうか、なんか面白いロックな部分というかな風に僕は感じて昔から思ってきたんで、そういう風な遊び心みたいなのをずっと消さないでやっていきたいなと思います。今日は12月10日まさかの誕生日は過ぎてるんですけど、イベントの応援させていただきます。頑張ります。ドラム、耳中、ギターちょっとだけ上げといてください。お願いします。ではブッチはこれで、紹介するこの時全然本番はここまでは暗い感じで大丈夫です。
っぱりイベントをね企画するの大変なんですよ。というわけでですね、ライブが始まりますよ皆さん。12月10日、まあこれからね自分の新しい土台を作った上でですね、またこういうことができたらなと思ってるので、その時はぜひ皆さん来ていただけたらなと思いますし、新しい活動だったりですね、他の今動いているドラマーとしてのですね活動もぜひ応援してもらえたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは行ってきます。あと10秒。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、やっただったじゃないかな今日。やばさ、過去一すごかったよね。いやもうほんとね、全あの出てくれたね全バンドね、あのすごいいい感じでできてね、ファンのみんなもいい感じで乗ってくれたので本当に ありがとうございました。またねこういうのができる機会があれば絶対やるので、みんな待っててください。今日はありがとうございました。僕ね、最初実はベース買ったんですよ。で、キスっていうバンドが好きで、でもあのジーン・シモンズっていうベーシストがいるんですけど、その人が好きで、ベース最初買ったんですけど、全然弾けなくて、それでそこぐらいの後にギター買ってみて、ギターもなんとなく弾いてたんですけど、ちょっと昔ピアノやってたんで、楽曲制作とピアノと、まあ、そのコードぐらいのギターで作るようにしてたんです。まあ、本当その後にもう文化祭レベルですけど、もうそのライブやるみたいになって、でその時いなかったんでドラマーが、でドラムやってみないって言われて、あちょっとやってみようかなと思ったらなんとなく叩けたんで、そこからあこっちがもしかしたら向いてるのかなみたいな、そうそのぐらいからまあドラマーとして活動し始めてますね。なんかその楽曲制作とかっていう風なのにもともと興味を持ったので、まああの本当小学校ぐらいの時で、まあ、あのファイナルファンタジーっていうゲームがあって、その楽曲作られてる、まあ、上松信夫さんって方なんですけど、その人の作る楽曲と、まあ、そのもちろんファイナルファンタジーってゲーム の世界観にすごい感銘を受けて、そこからあ音楽でこれだけ人を感動させられるんだっていう風なすごい気持ちになって、まあ、そういう風なところからクリエイターになりたいなっていうものだったりとかっていうのは芽生えてきたのを覚えてますね。で、まあ、そのあたりから本当自分の中で、まあ、時が経つにつれて、今度、まあ、あのロックバンドだったりとかっていう風に、周りの環境も含めてですけど、まあ、いろいろな形が変わっていって、まずはドラマーとして夢を叶えようっていう風なところが生まれてきたんで、まあ、そのぐらいから本当に一度最初の夢を、まあプロのミュージシャンになるっていうようなところに、まあ軌道を変えて、まあそこを目指して学生の頃ぐらいからはやってきましたね。そうですね、まあ肩っていうか、ちょっと自分のまあ、あの持病が持ってて、まあそれあんまりちゃんと話してないんであれなんですけど、まあ、それの、一環というか流れで、まあ、背中
と肩をちょっと怪我してしまって、まあ、そのぐらいからやっぱり今までみたいには正直実際ちょっとドラムが叩けないというか、昔重きを置いてたパフォーマンスの部分だったりとかっていう風なのには今はちょっとそっちに重きを置けない状態にはなってるんですけど、そのプロデュースとかクリエイターっていう風なところに重きを置いて活動していくって自分が決めた上でそういう風な事故というか怪我も起きてるんで、カルマっつったら変ですけどなんかタイミングだったのかなと思って、まあ両方ちゃんと新たな土台っていう風なのはもう注力してそっちに力を注がないとやっぱりやっていけないものだと思うんで、まあでもできる限りドラマとしての活動もやっていけたらなと思ってます。そうですね、まあ、今後本当に僕的には、まあ、ドラマをやめる気はないんですけど、プロデュースだったり、まあ、講師とか、まあ、コーチングとかも含めて、まあ、人を引き上げたりとかおこがましいですけど、なんか人に対して何か僕が得てきたものっていう風なのを何か注げたらいいなっていう風に思っていて、そういう活動が増えていくとは思います。なのでまあ表に出てる上でね、僕のことを応援してくれるファンの方ってもちろんいらっしゃると思うんで本当にすごいありがたいんですけど、まあ、なんかそういう風な自分の活動っていう風なのはうまく違った形では体現して提示していきながらも、基本的にはその裏の部分で僕がその楽曲だったりとかそういうところに、まあ、自分のかけらだったりとか自分のその魂だったりとかっていう風な部分は今後はそこに置いていくようにしようかなっていう風に思ってるんで、まあ、そっちの、まあ、アーティストとしてクリエイターとしての僕っていう風なところも見てもらえたら嬉しいなと思ってます。日本ってなんか一つのことやってて途中でやめんのだせみたいなのとか、なんかどうなのみたいに思われるのが僕の時代はあったんですけど、今全くそんなことないと思っていて、なんか自分のやりたいことをやればいいし、無駄な努力をするよりは僕はいいと思っていて、例えば何かをこれから始めたりする人とか何かをやってる人とかでも、まあ、諦めずにやったりとか、なんか人から周りから何言われても自分がやりたいことっていう風なのはもうやりたいことをやって自分が楽しむっていう風なのが僕は全てだと思うんで、それをやってれば絶対に後悔もないし、大きくなればまあいい人生というか、を送れるんじゃないかなって僕は思う。僕もそれを曲げずにやっていけたらいいなと思ってます。